だ？ティム、この子がお前の弟だ。なんて言った？弟だ。頭の中はハテナだらけ。誰こいつ？なぜうちに？何あの格好？えらくぽっちゃり。なんで僕を睨む？空手できるの？どういうこと？あっち行く？いいよ。どうぞ。やつは来た時から人を怒鳴りつけ、こき使った。ああ、これ欲しいな。これだけは言える、やつがボスだった。やつは家のど真ん中にオフィスを構え、会議を開いた。呼んだ？プープーが欲しいの。それも一度じゃない、何度もだ。夜中でもお構いなし。目が覚めちゃったよ。今行く。すぐ行くわ。自分の要求をすぐに満たしてもらえないと、やつは癇癪を起こした。哺乳瓶どこ？早く哺乳瓶持たせなきゃ。誰も彼もが奴の言いなりになっていた。僕以外はみんな、おむつ、おむつ。パパ眠れないよ。だよな、パパもだ。でも今は赤ちゃんに手がかかる時期だから。ってことで、じゃあ。でも、よしよし、パパだよ。パパが来たからね。でも僕は、西暦2057年、ティラの少尉と僕は非友好的宇宙人の侵略を調べに出た。うん、よりひどい事態だ。ママ丸出し。うわあ、僕もだ。はい、パシャリ。やめて。Thank you.